どうも、哲学徒です。今回はですね、召喚ネクロ使われている方で、召喚ネクロって、ゲームを作り直すとね、毎回こう、スケルトンとかがね、いない状態から始まるんで、結構ね、周回してる時に、毎回ね、こう、死体作って、やるっていうのが大変って方いらっしゃるんで、ちょっと今回おすすめのポイントを、お伝えしていこうかなと思います。召喚ネクロね、基本ね、最初の方のアクト1とかでね、死体作って、軍団呼び直すっていうのをやられてる方多いと思うんですけど、ハロガスっていう、第5章のね、ところに非常におすすめのポイントがあるんで、ご紹介していきたいと思います。でね、このアーニャのクエストをクリアしてると、次のね、ニーラサックを倒しに行く、クエストがあったと思うんですけど、ここのね、庭が非常に役に立ちます。でね、ここね、入ってもらうと、実はね、これ死体がたくさんあるんですよね。なので、これの死体をね、使って、スケルトンを呼ぶと。ちょっとね、生き返っちゃったりもするんですけど、結構ね、ここら辺の死体を最初に、3体、4体使えるんで、終盤に差し掛かってればね、結構、楽に死体作れるんで、良いかなーって感じですね。はい。10体呼べましたね。で、ここを呼んだら、もう戻っちゃってもいいんですよね。このポータルがすぐあるんで。今ちょっと、死体がね、蘇っちゃいましたけど、基本的に、一回クリアしてれば、蘇ってこなくなるんで、そこで10体呼んじゃって、他のクエストやっちゃうっていうのが楽なんじゃないかなと思います。スケルトン呼んじゃえば、結構ね、その後は、自動で倒してくれるんで、まずはここで10体呼んで、周回場所に移動してっていう流れでやっていくと、結構スムーズに何度も周回できていいんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、このスポット覚えておいてほしいなと思います。たまにああいうふうに蘇ってきちゃって、攻撃食らっちゃうと死んじゃったりもするので、注意は必要なんですけど、もう入ったらすぐにとにかく召喚スキルをガンガンかけてあげれば、ある程度のスケルトンを呼び出すことができると思いますんで、ぜひ、周回前の、死体の確保、めんどくさいよって方は、ここのね、ニーラサックの寺院の前庭で用意するっていうのを覚えておいてほしいなと思います。ちょっと今日はね、小ネタなんですけども、ぜひぜひ、こういったね、スポットも紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学徒でした。